それ見てよ見てよ。これ確かね2月のね上旬か中旬ぐらいに作ったやつなんだけど、まあ今のところね順調なんだよ珍しくなんかロトラロトンジホリアも綺麗に咲いてるし、長葉オモダカもねもう結構何回か咲いてんだよ。白鷺カヤ釣りは相変わらずだね。でもな結構下から新芽が上がってきてるから、これからいっぱい花咲きそうあとはパールグラスはね誤算ではあったんだけど、なんかね光が強いからかこう地面這うように、ね、成長始めてんだよ。これは意外だったね。あとガガブタはねようやく新しい葉っぱに入れ替わって、今こうちょうどね浮き葉が出てきたところ。メダカも元気だね。 あともう一つ誤算あの田んぼの土使ったでしょ。田んぼの土使ったおかげでっていうかね、なんかその田んぼの土の元の田んぼに生えてたあの雑草というかあの水草が生えてきちゃってシャジクモ、もう全面ねシャジクモが生えてんの。見てみる見てみるこんな感じ。ほらわかるかな、水中の中にねシャジクモが生えてるのと、あとこれパールグラスが這うように育ってんだよね。ロタラの HRA はね結構長いこと咲いてるね。もう2月から咲きっぱなしだよね。これが長葉もだからね、これもまた次の新芽が上がってきてて、いやーまだまだ楽しめるねこれ。でもよまあせっかくだからさ、もうちょっとなんかこういい感じになってきたし、もっとグレードアップさせてみたいなと思ってさ、なんかいい方法ないかな。はい、皆さんこんにちは、土着園芸の鈴木です。はい、ということでいつものくだりでですね、鈴木のおっさんはちょっとねあの田んぼの土で作ったビオトープうまいこと言ってるのは言ってるけど、さらにグレードアップしたいと言ってるみたいで、はい、ということはあれしかないですね。はい、そうです、木枠です。はい、今日はですねそのああいう、ね、プラケースにそのままカパッとかぶせるだけでですね、ちょっと本格的な木枠の雰囲気のですね、水槽を楽しめちゃうっていう木枠のご紹介をさせていただきたいと思います。こちらです。はい、こちらがですねその木枠です。はい、寸法がですね、まあ、大体ですよ、まあ、実際にあのホームページとかの寸法はまた別かもしれないですけど、大体66センチのこちらが、52センチぐらいですね。はい、高さはですね、まあ、そのプラバネに合わせた寸法なんですけど、18センチぐらいですかね。はい、まあ早速かぶせたいと思います。いきますよ。これね植物あるからちょっとね、普通こんな植物茂ってからかぶせたりしないから難しい気もしながら、よいしょ、ちょっと挟んじゃいそう。おいきました。はい、いい感じですね。どうですか、ビオトープ木枠入った途端にグレードアップしましたね。はい、ということで、この木枠なんですけど、まあ、今防腐剤とか塗ってないんで、こんな風にねあの塗ってもらってもいいんじゃないかなと思うんですけど、あとゆくゆくはですね、なんかこう焼きすぎみたいな感じでこうバーナーで炙ってね、こうちょっと焼き調にしたいなっていう気も野望もあったりするんですけど、とりあえずはね今はまあペンキちょっと塗ったりぐらいしてますかね。はい、あとなんかあるかな、あ、大きい方プラボートサイズのやつもあるんですよ。土着園芸にはですね、これあのプラボートっていうね、あの、まあ、いわゆるプラ船ですね、はい、プラ船の、水槽っていうんですかね、こういう商品もございまして、これにもカパッとはまるやつがあるんですよね。それがこちらです。
こちらをですねガバッとって感じで、はい、こちらの、大型タイプは蓋がついてるんですよ、こうやって。はい、これね一部使ってここの上にあのね苔玉乗せたりとか、ちょっと鉢植えを置いたりとかっていうね遊び方もできますし、まあ、あの完全に蓋をしてね鳥よけっていうこともできます。まあ、結構ね遮光率も高いので夏場のまあ水温上昇対策にもなるんじゃないかなと思いますけど、まあいろいろ使い勝手いろいろお考えしたいですかね。はい、ということで、今日はですね木枠のご紹介させていただきました。もうこの雰囲気がたまんないですよね。はい、ということで今日は木枠のご紹介をさせていただきました。それで皆さんさよなら。今後の動画作成の参考になるので、動画について良かった悪かったの評価をお願いいたします。特にいいねやコメントは大歓迎です。この動画は水生植物を中心とした土着園芸のチャンネルです。メダカ比率多めかもしれませんが、週1回ペースで配信しています。少しでもまた見たいなと思った方は、ぜひチャンネル登録してくださいね。